皆さんこんにちは非常識な軽コンサルタント高橋隆子です本日のテーマは高橋隆子のコンサル業の考え方ドラマチックな人生を生きる覚悟相手と自分の天秤に乗せるというお話をしてみたいと思います、えー、と今日の話はですね、まあ、集客の話とか、えー、とそういうことではなくて ですねまあ、ちょっと広めの話ですね、私が、えー、となんでコンサル業をやっているのかとか、まあ、コンサルタントって私の思うコンサルタント像ですよ、それっていうのは、あの人の人生にどう関わるのかとか、ですね自分はどういうふうに生きていきたいのかっていうことを、き、まあ、今日コンサルタント養成講座の、ね、メンバーと、まあ、コンサル、グループコンサルやってて、いろいろ話した中で、まあ、改めて感じたことがあったので、 それをちょっと伝えようかなと思って動画を撮っているので、まあ、もしかしたらそのご自身の、ね、集客に役に立てたいっていう人にはそんなに役に立たないかもしれないんだけれども私がどういう思いを持ってないしはあと私がどういう思いを持って今のメンバーを育てているのかっていうことを聞くことによって、まあ、ご自身の、ね、人生に対して自分がどういうコミットメントをしていったらいいのかとか まあ私の場合には非常識っていう言葉を使っていますから、特常識ですね。その概念をどう壊していくのかっていう基本的な考え方。そんなのを知ってみたいかな。まあ単純に私がどういうふうに思って皆さんをコンサルしてるのかっていうことを知りたい方は見ていただくといいんじゃないかなっていう、まあそういうちょっと変わったテーマで今日はお話をしていきたいと思います。はい。で、まず、あの、ちょっとね、 コンサル業の指針のところで、まあ、考えたいところで今日何度かね私覚悟っていう言葉を皆さんにお伝えしたんですよ。で、その覚悟っていうのはちょうど天秤っていう言葉がすごくいいなと思って対面をつけたんですけどね。相手と自分の、えー、と天秤に乗せるっていうところでね、あの覚悟を、まあ、二人とも覚悟、クライアントさんの覚悟、自分の覚悟ですね。 これをこう、天秤に乗せて、まあ、あの、考えるっていうことなんですけれども、つまり、えっ、ー、と、ドラマチックな人生を生きるっていうことは、現状を打破するとか、現状を変えるっていう、まあ、強い思いがあるという前提になります。だから、うん、例えば、すごく大きな事例で言うと、えっ、ー、と、離婚をしたいとかですね。 特に女の人においてはあの今の、ね、環境を変えたいとかっていう時に、まあ、一つの大きな決断の一個で、まあ、離婚したいとか別に離婚が全てじゃないですよで他にも今自分はじゃあ主婦だけれども起業して成功して自分で好きなようにお金を使ったり 自分の子供たちにはお金を不自由させないような生活をしたいとか、まあそういうのだって今までの人生と真逆になるような人生とか送るわけですから、そういうのもまあもちろんドラマチックな人生ということにな,るなりますよね。で、そのドラマチックな人生を生きる覚悟をまあしたいという方が、例えばいろんなビジネスとか、 経営の、まあ、ノウハウを知りたいとかっていう時に、まあ企業塾に入ったり、まあ、コンサルタントをつけたりとかね、いろいろするわけですよ。で、あの、コンサルタントもめちゃくちゃいろんなタイプの方いらっしゃいます。はい。あのー、あるツールに特化したツールだけを教えるコンサルタントっていう方もいらっしゃるし、あのマインドとね、両方、私はそちらなんですけども、マインドありきで、 えとビジネスの構築をしていくっていうので、まあ、両方一緒に整えてしまうっていうようなこと、まあ、そ,うそうでないと難しいよねってこ基本的に思っているから私はそちらを取るんですけれども、まあ、そ,ういうそうすると、ね、どういうことになるかっていうと相手ももちろんそうだし自分自身もその相手の人生に結構踏み込んでしまうんですよ、お客様クライアントさんの人生に。 だって結構お金とか稼ぐとかって人生とかその人の価値観とか考え方とめちゃくちゃリンクしてるんですよ。例えばお金を私なんて稼げないって思ってる人はまず稼げないんですよ。あとお金そんなにあのこう言うのははしたないって思ってる人って絶対にお金なんて入ってこないんですよ。でお金が全てっていうことを言ってるわけじゃなくて。 その、とても便利な、やっぱりツールなんですよ。いろんなものに交換できるし。で、まずは自由っていうものを勝ち取りたいときに、ツールとして便利なお金はあるといろんな選択肢増えますよね。が、私の根本的な考え方です。で、当然稼ぎたいとかやりたいっていう方ね、いらっしゃいますけど、で、その時にですね、その方がどこまで人生を変えたくて、 どこまでやる気があるのかっていう覚悟っていうそのお客様の覚悟天秤に乗せていただきますよねで私その人を成功させたいっていう私の情熱これを天秤に乗せますだから釣り合ってないとお互いに良くないじゃないですかで、えー、とこの人が本気になってくれないと釣り合わないんですよ大概私の熱量の方が高いですからねということは どういうことになるかっていうとその人自身も本気で変わりたいというふうに思うタイプの方でないと私がすごくじゃあ育てたいこの人を成功させたいって思ったっていいアドバイスしたって動いてくれなかったら無駄になっちゃうわけですよアドバイスが。それってもったいないじゃないですかお互いにね。 その方は私にお金を払う。私はそのお金をいただいた上で、かつその人が人生が変わるであろう最短最速の良い,い案を伝える、動かないって言ったら <laughs> ダメじゃないですか。動いてくれて成果が出るような設計をするわけですからね。 だから覚悟を持つっていうことはそのお客様自身も行動する私を信じて動くっていう覚悟をしていただかなくてはいけないし私もそれを預かってその人が思う思いな地は目標値を、えー、きちんと達成させるということをコミットメントするわけですよだから、やっぱり天秤にかかるんですよ両方とも。なのでどっちの思いが強すぎてもダメでやっぱイーブンでないといけないわけですよね。 で結構、だから私がやるコンサルのスタイルってあのドロいし生々しいですよ今日もなんか一つ、ね、話題に上がったケースがあってどういう人をコンサルするのか引き受けるのかってプライベートにどこまで踏み込むのかっていうことも、ね、話題になりました、まあ、だから離婚みたいな話とかもあるんですけどで私の場合にはやっぱりそのまず自分の立ち位置っていうのがあって。 あの離,離婚が別にいいとか悪いとかっていうのは言わないけれどもじゃあその旦那さんの、えー、考え方とかやり方があまりにもこう独善自分主義的であの変わらないよねっていう今までの経緯を聞いてもね、まあ、ただその人本人は被害者意識が強ければ50%ぐらいに引いて話を聞くこととかが多いんですけれどもそうするとまああの ね、そこから出たいとかっていう思いが非常に強かったら、それなりに失うことも含めて、やらなくてはいけないことが普通の人よりもすごく多いわけですよね。 でその状態で、じゃあその人をね、じゃあ本気で輝かせてあげよう、勝たせてあげよう、えー、思う人生を暮らさせてあげようっていうと、そこにかける熱量っていうのが普通の人よりもやっぱかけないとその人うまくいかないじゃないですか。そうすると、じゃあその方をクライアントさんで引き受けようって思うふうに私が決めるっていうことは、その重さが違うわけですよね。何にもない人よりも。 リスクを負ってるから、そのリスクを一緒に私も負うことになるから、っていうことはそれだけの私、覚悟を引き受けるから、私の言うことを聞いてね、という、今度相手の覚悟が必要になるわけですよ。契約上においてね。そうすると、大概、私、じゃあその人ね、本気で引き受けますよって決めたときには、あの、必ずそうさせますって言いますよ。望むようにね。 で、まあ、それ、もちろんそれが見えてるから言ってるんですけれども、で、その時に相手の人がそれを信じることができない。自分もそうだし、私も信じることができなければ、ひるみますよね。うん。ひるむってことはやらないっていうことになりますから。はい、わかりました。頑張ります。だと多分うまくいくんです。で、私の基本方針としては、あの、人の可能性って誰も否定できないんですよ。 あの今、どんなにいい状態じゃなかったとしても本気でやったらゼロからだって何だってできるっていうぐらい人間って可能性があると思ってるんですよ。で、可能性がないっていうふうに思っちゃうのがまずご自身であるっていうことですね。まずご自身が諦めてしまうタイプの人には私が何を言ったってどうせやらないのでどうせうまくいかないんですよ。最低でも自分は自分を信じてほしいんですよね。変われるんだ こうなれるんだっていうこと。今までの人生がどうとか全く問題なくてですね、これからの未来の自分を信じることができるかっていう、ここがめちゃくちゃ大事になるので、まず信じてくださいっていうところがあります。その上で私の言葉を信じられるかっていう、この二つをクリアする必要があります。じゃあ私はなぜその人を信じることができるのかって言ったら、人って可能性はゼロではないからです。 まあ全くゼロだったらどうしようもないじゃないですか。何パーセントでも変われる可能性、私が見抜けてない可能性だって内面的に持ってることなんてあるんですよ。あり得るんですよ。だから、その可能性にかければ、普通の人がじゃあ1ヶ月でできるところが、もしかして不器用な人3年かかるかもしれないし、5年かかるかもしれませんね。もちろん早くできるようには指導はしますよ。するんだけれども、 その間自分を信じて諦めずに継続してやり抜けるかっていうタフなマインドが必要になるんですよ。だからマインドと行動と、えー、ビジネスのハウ一緒に教えないと意味ないんですよ。やりきれないから、大抵。で、あの、私は一見すると何でもそつなくきれいに 全てこなしてきたように皆さん誤解するケースが多いんですけど私がやってることって基本めちゃくちゃ泥臭いんですよなぜならば行動しないとそのデータが取れないし本当の真実のところはどうなんだっていうのがわかんないから必ず仮説を立てたら行動してそれが本当にできるかどうかとかを潰していきますだから自分が まあ信じた人とかアドバイスをくれる。この人の話は聞こうって思った人は、まあ一番最初にビジネスのことでやった場合には、YouTube とかを10年以上前です。同時で。で、1年間で1000本あげましょうって言われた時に、あの、数、え、1000本と思って <laughs> びっくりしましたけど、はいって言ってから、どうやれば1日3本 1>, 1ヶ月80本取れるかっていうのを後から考えましたからできるできないとかじゃなくてやるんだって言ってやってきただから思いが先でできるかどうかなんて少しずつだってやればいいじゃないですかでそれの一番大きかったのが49歳の時今54ですから5年前になりますけれどもあのゼロからスタートした サックスです音楽ですね音楽が49年まで49歳まで全くやってこなかったでピアノとかいうのをやってませんし音楽の時間っていうのであのレリコーダーとかやりましたよあと音楽教室にあるなんかちょっと オルガンですかなんか触ったりとかはしたりとかしましたけれどもやっぱり音楽っていうものにお金がかかるものっていうことでコンプレックスがあったしみんながピアノを当たり前のように習っている時に習ってない自分が後からハンデを追ってあの大人になってからね習って遅れてる集会を遅れどころの騒ぎじゃないものをやって い,いけるようなところまでね、残念な思いをしながらやるの嫌だよなとか思ってたのもあって、音楽ってほんと手を出してこなかったんですけれども、まあ、49になった時にまあ余興でね、あの出版記念パーティーの余興で、えーとまあ、みんなが面白がるんじゃないかってバンドのメンバーの一員になってライブステージ楽譜読めません、音楽知りませんっていう人が楽器持って3ヶ月で演奏できるかみたいなのをやるって決めて、 チャレンジしたたに分かったんですよあの人って何歳からでもどうにでも覚えようと思えばどうにかなるんですやりたいっていう思いがあれば。でその時も結局楽天とか全く勉強せずに指とカタカナで書いた楽譜を使って あと、アンプしました。あのー、動画とか写真撮られるときに絵面がそっちの方が綺麗だからっていうことで。アンプも譜面を覚えるんじゃなくて、指と音で覚えたので、えー、っと、フィジカルに覚えました。だから手の動きがこういう1、2、3、4みたいな形の動きで、それで曲を作ったっていうのは、私が自分でどうすれば曲に聞こえるかっていうのを分解してやっただけなんで。 結局、だから、この時にいろいろ考え方ってあると思うんですけどね、音楽やったことないから、あの、今更できない、できないに決まってるとかって思ったらもうそこで止まりますけど、私は、その、どんな状態でやろうとも、自分がやるって決めて、最大限の努力して、失敗もそのまま見せる予定だったんです。うまくいきましたけど、結果としては。それでも努力したっていう姿は見てもらえるかなって。 持ってでその後も毎年毎年ずっとライブもやり続けてあの今年もやりますけれどもミュージックビデオとかも作りましたしあの石垣島でドローンとかでね今年なんか撮影とかもしてもらってでそれはうまいからやってるんじゃなくって。 えとやりたいからやってるんですよややりたいからやるって決めたらどうやればいいのかっていうのを必死に調べてやるだけで,でお金かかるよねって分かったらお金用意すするために稼ぐんですよだから、あのー、いつになってもどうでもゼロからでも人って何でもできるっていうあの人間をを信信じるる確信を持ってるんですだからどの人だって本気にさえなって本気でやれば年数とか 数ヶ月とかヶ月は人によって違うかもしれないけど、絶対にできるって私思ってるんです。だから、そのご自身がご自身を信じていただけない方って無理なんですよ。いくら私が信じたってどうせやらないですから。だから、あなたの覚悟と私の覚悟を天秤にかけて釣り合う人とだけやりたいぐらい、私はコンサルをするって決めるときには、 そ、それだけ言い切るだけのことを言って引き受けるっていうのが私のスタイルなんですよ。だからドラマになりますよね。当然ドラマチックな人生になりますよ。だって本人が180度変えたいって言ったらそれを叶えますもん。叶えさせますもん。覚悟の天秤に乗っけてくれればです。はい。だから私はそういうスタイルでやってるんです。 じゃあ、うちのメンバーが、じゃあ、どこまで踏み込んだらいいのかっていうのは、その人の性格と性質とコンサル業としてやりたい範囲まででいいと思ってます。プライベートは踏み込まないで、あの、その、なんていうんですかノウハウのところとビジネスのとことだけ見ていくっていうやり方をするっていうコンサルで、プライベート聞かないっていう方もいらっしゃるからね、全然 OK だと思います。私は、 どのみちドラマチックな人生が好きだし、その泥臭いのところも、ドロドロと一緒に、やる気がある人だったらですよ、一緒に泥かぶって、一緒にやって、で、最後に私、一番ご褒美の言葉は、何かっていうと、高橋さんに出会えてよかった。このタイミングで出会えてよかった。本当にこんな風になれてありがとうございますって、 言われるのが一番の私のご褒美なんです。お金がどのこうのレベルの問題じゃありません。だって人生が180度変わる瞬間の天気に立ち会えるって最高に幸せじゃないですか。だから私、そういう意味でコンサル業っていう職業はあの転職だと思ってるし、すごい職業として好きな職業の一つです。まあいろんな職業私やってますからね、あれですけど。一番そのなんていうのかな。 喜び度合いが感謝される度合いも高いから喜び度合いが高いなっていうふうに思ってるんですよ。でうちのメンバーも本当にあのいいメンバーが集まってくれていてあの人を育っててます今私ねあのやっぱり自分が当然第一線で行けなくなるような時とかあとはねしっかりこう引き継ぎもしながら。 第一線を退く時には育てておいてもらえればたくさんの人を救える状態になってるじゃないですか私が直接教えていなくてもだから必死に考え方とか脳内の思考の方向性を皆さんにインストールしていますでもあのもともとねあの生,え生え抜きというか、えー、性格が良くって本当に人のためをね考えて動いてくれるあのメンバーばっかりだから まあまあ2週間に一遍グループコンサルティングやってるんですけれどもそこで上がってくる案件もねとてもあのバラエティに飛んでいてかつ皆さんがねあのクライアントさんにどれだけ真剣に向き合ってるかっていうのを、うん、あの認識する時間としてあのすごく、えー、いい時間でかつメンバーがねもう三年になるんですけれども3年目に入るんですけれども着実にちゃんと成長していって 触れているっていいるるっうのののを見もも私の喜びでもありますだからなるべくたくさんのことをお渡しを早いうちにねしたいなっていうふうに思っているのでまあそういう意味で指導にも熱が入るっていう感じなんですが人を育てるっていうのは楽ではないんです楽ではないんだけれども、うん、やっぱり自分自身もね成長していくのをすごく感じるしやりがいのあるもので だから、あのーまあ、変な話、えーとね、クライアントさんになる人も、まあ、コンサルタントなもなんですけど誰と付き合うかは決めていいんですよね、自分で、はい。お互いに相性がいい人とやっていく方が成果が出るし人生も変わると思ってるんですよ。ただ、えー、と私の場合じゃどうなんですかって言ったら私その覚悟をかけるタイプなのでその覚悟に見合う覚悟をいただければ必ず 人生変えるぐらいのインパクトは与えることはできます。はい。で信じてくれればですよ、ご自身を。そして努力をしていただけるんだったらっていう条件付きですけどね。だから、あのー、そういう意味で今日はね、皆さんがまあどこまで踏み込むのかっていうラインを決めかねていたので、 うん、私はやる人はやるし、やらない人はやらないって言って、その代わり覚悟の天秤に乗せるんだったら見合う覚悟をもらえれば、あの、ズダウズダのボロボロだったとしても、私は一緒に泥かぶって、あやっていきますよっていう話です。それは私の覚悟です。はい。だから、あのー、人間ドラマがね、あって面白いですよね。コンサル業って、すごく。 だから、まあ多分自分自身がそういう,こうドロドロな人生を送ってきたからっていう感じもあるのかもしれないですね。だから逆にそんな中から這い上がり,這い上がりたいと思っている人をまあ本気で応援したいんだろうなっていうのが思っているのでそれは私のやっぱり人生の背景がそういう背景だったからっていうのは多いかもしれません。 なのであの、これは私個人の考え方だし人によって考え方違う部分があってもいいんでしょうけれどもあのメンバーが、ね、いろいろそうやって毎回お話をするたびに成長していっている姿を見れるのは私自身もとても嬉しいしやっぱりそのメンバーも、ね、少しずつ少しずつあのしっかりマインドの部分とか考え方も伝えながら いいコンサルタントに育っていってほしいなとうう思いながらやっていて、まあ、うちのメンバーにも感謝をしているしあそういうふうに育ててくれているねあの素晴らしいメンバーがまた活躍してくれる状態を見ていくのも私の喜びでもあるし、まあ、それによってたくさんの人が救われていくっていうのは非常にいいことだなとうう思っています。 年齢が一体何歳までなのかっていうのがあの見えてないからやれる限りはもちろんやっていくんですけれどもまあ一つの区切りが60だったりとかするとあそれですぐにやめるとか言うんじゃなくてね一つの今みたいな働き方の区切りが60だったとしたらやっぱりあと6年どういうふうに過ごすのかっていうのはあのすごく大事になるし 早くメンバーもね、いっぱい育てていって、その人の先の人たち、まあ、迷える子羊がね、多いので <laughs>、その人たちを救っていってもらえるあの人材にね、どんどんなって、今でももちろん素晴らしい人たちたくさんでもう、みんなにすごいね、自慢したいぐらいうちのメンバーはいいメンバーが集まったなーって、私って見る目があるとか言って <laughs>、一人で映ってるんですけどね。はい。まあ、そんなところもあって、今日は ちょっとグルコンが終わった後の興奮冷めやらぬ状態で動画を撮りましたけれども、はい、あのー、私そんな風に思いながらコンサル業をやってますっていうのをちょっと伝えたくなって動画を撮ったんで、ちょっと番外編っぽいような内容になりましたけれども、そんな風にして私コンサル業を楽しみながら、そしてドラマチックな人生をね、過ごしてもらえる人が少しでも増えるようにと思ってやっております。はい。 ということで、なんかまとめになるようなならないような話なんですけど、まとめていきたいと思います。高橋孝子のコンサル業の考え方、ドラマチックな人生を生きる覚悟を相手と自分の天秤に乗せるというお話です。こちらの方は、えー、覚悟がある人に関しては、その人の人生を 180度変えるドラマチックな、ね、人生に変えていくっていうお手伝いができるんじゃないかなっていうふうに思ってますので私そんな風にしてコンサル業をやってますということをお伝えする本日でございました以上になりますそれでは